はい、どうも、イゾログです。今日は、まあ、これからスキー場行くんだけど、今回は、車の持ち込みダメっつうことで、放置ですね。で、この後バッテリー抜いて、まあ、この馬かけて、タイヤが変形しないように、タイヤちょっと中継にした状態で、出かけていきます。本当はやっちゃいけないんだけどね。まあ、だいたいここになんないと。で、あとこの、下の悪さですね、この家。コンクリートの部分がこの真ん中、ちょうどシャシーでタイヤのところだけコンクリート切れてるんで、ちょっとそれで苦戦しております。で、まあ、来年のゴールデンウィークまで、まあ、辛抱なんで、帰ってきてからもちょっとだるいかもしんないけどね、な感じです。頑張りまーす。はい、これはリアですね。まあ、だいたいこんな感じで、まあ、板噛んでると板にあのタイヤかかっちゃって、ちょっと変形するんで、こんな感じで、今終わりました。で、やっぱり下、ジャッキで上げると危ないね。この、地面の、凸凹感のあるところじゃ。本来ジャッキって上げたら上げた分、前に行かなくちゃいけないんだけど、それが前行かないよね。下が凸凹だから。だからちょっとね、途中、あ、落ちたかもしれない。あ、落としたっていうのは、多々ありました。で、まあ、あと、ここ、見ててもちょっと傾いてるんよね。地面の傾きがちょっと出ちゃってるんで、まあ、これはこれでしょうがないです。まあ、これで車が壊れたら、まあ、しょうがない。しょうがない。まあ、とりあえず覚悟を決めて、スキー場バイト行ってきます。で、あとはこれ、ブルーシート被せて終わりっす。はい。まあ一応車のカバーがインターネットで全部取り、受注生産だったり、取り寄せになるっていうんで、ちょっと間に合わないんで、まあブルーシート再びっすね。まあブルーシート再びで、これはまあ怪しさ満開ですね。怪しさ満開のまま出ていきます。まあ多分ね、これ傾いてるんだよね。大丈夫か？大丈夫かこれ。まあちょっとこれ板が、変形するかな。ああ、ちょっと消えちゃってるな。まあいいわ。まあダサいスタッドレスだし。はい、ということで。まあ、冬ごもり。おーわ、これで準備 OK。まあ一応これ、隣の製材所の事務所と、まあ僕の家の書斎かなの、ど真ん中。ここに置いてあります。なんでかって言ったら、横風受けないんで。まあ、多分これ、横風受けたら多分馬ごとこうガキンって外れてね、倒れると思うんだけど。まあ、大丈夫っしょ。てなわけで、じゃあ、えっちらおっちらクソ重たい荷物を歩いて、駅まで歩いていきます。時間かけたから、バス、行っちゃったんだわ。まあ、しゃあないね。はい。で、あとはリア。もう夜なんだけど、リアを持ち上げて、あとは、教えてくれで質問した通り、まあバッテリーのコード抜いとくだけでいいよとは言われたので、まあ来年、できれば、まあいいか。まあ来年、戻ってきて、なんだっけ。なんかUSB バッテリーあるよね。
なんか繋ぐだけで、エンジン始動できるあのちっちゃい1万円ぐらいのやつね。まああれで、ちょっと始動して、やっていこうかなって感じです。で、まあちょっと不安事としては、ガソリンか。実は満タンにしてから、100キロぐらい走っちゃったんだけど、まあいいか。100キロってことは、リッター16キロだから、まあ5リットルぐらいか。およそ。まあ6リットル。まあそれくらいいいっしょ。っていう感じで、じゃあ来年のゴールデンウィークまで、スキー場と、まあいろいろやってきます。